はい、ヤキゲームズです。バージョン 4.6 エリアにある豪華な宝箱全9個を紹介します。今お見せしているのは豪華な宝箱9個の場所と行き方のマップとなっています。すべて回収するためには世界任務戒律のカンティクルを進めて王日の海のマップを解放する必要があります。4番から9番はすでに別動画で紹介していますので、概要欄のリンクから解説動画をご覧ください。1番から3番の順番で回りますので、気になるところのある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番に向かいます。アルタセミタの東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて北東方向に進んでいくと、ピンクのイソギンチャクのところに大金宝箱がありますので近づいていきます。近くまで来たら宝箱の左にタコがいますので、そちらに向かっていきます。タコに近づいて演奏の時間だを選ぶと少しムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったら何か方法はあるを選びます。そうするとタコが動き出しますので一緒についていきます。タコの動きが止まったらギミックに近づいて挑戦開始を選びます。挑戦がスタートしたら、ウナギが3匹同時に飛び出ている時に学章スキルの単押しを使って止めていきます。うまくいくと、ホラガイタコは何かを学んだようだと表示され動き出しますので一緒についていきます。しばらくするとホラガイタコが貝の前で止まりますので貝を攻撃します。そうするとホラガイタコは何かを学んだようだと表示されまた動き出しますので一緒に動いていきます。しばらくするとツタの前でホラガイタコが止まりますので、右の柱の近くにいるエイの足のスキルを吸収していきます。スキルを吸収したらツタの近くまで降りていきます。ツタの光っている部分を A のスキルを使って短い時間で全て攻撃していきます。一度で全て当てる必要はありませんので何回か攻撃して当ててください。ツタを全て切るとホラガイタコは何かを学んだようだと表示され動き出しますので一緒に動いていきます。ホラガイタコの動きが止まったらオレンジのマークがついているタコに話しかけていきます。演奏の時間だを選ぶとムービーが入ります。ムービーが終わると豪華な宝箱の封印が解除され、精巧な宝箱が2つ出てきますので動けるようになったら取りに行きます。すべて回収したら次は戒律院の北東に向かっていきます。ここから2番に向かいます。戒律院の北東にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら後ろを振り返ると南西方向にあるバリアの中に豪華な宝箱がありますので近づいていきます。2匹のアンコウを動かす必要がありますので、まずアンコウの右側にいるタコに話しかけていきます。何か方法はあるを選ぶとタコが動き出しますので一緒に動いていきます。しばらく進んでいくとエイのアッシュが泳いでいますのでスキルを吸収しておいてください。しばらくするとタコの動きが止まって敵のエイが出てきますのでエイのスキルを使って戦っていきます。エイをすべて倒すとタコが動き出しますのでついていきます。しばらく進んでいくと宝箱が出てアンコウが動くムービーが入ります。動けるようになったら宝箱を取りに行きます。宝箱を回収したらバリアの近くにもう1体アンコウが残っていますので、その近くにいるタコに近づいて話しかけていきます。何か方法はあるを選ぶとタコが動き出しますので一緒に動いていきます。しばらく進むと水の輪っかが出ますので入るを選んで移動していきます。動けるようになるまでしばらく待ちます。動けるようになったらしばらくするとタコが来て帽子クラゲの前で止まりますので帽子クラゲの中に入っていきます。帽子クラゲに入ったらタコが来るまでしばらく待ちます。タコが近くに来ると宝箱が出てアンコウが動くムービーとバリアが解除されるムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったら宝箱を取りに行きます。
宝箱を回収したら下に降りて豪華な宝箱を取りに行きます。すぐ近くに水神の瞳もありますので忘れずに取るようにしてください。2番を回収したら次はアルタセミタの北に向かっていきます。ここから3番に向かいます。アルタセミタの北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと下の方にピンクのイソギンチャクがたくさんある場所があり、そこが豪華な宝箱のギミックとなっています。イソギンチャクから3本線が出ていますので、その先にある3箇所でギミックをやっていきます。どこからやってもいいですが、まず宝箱の南西方向にあるギミックに向かっていきます。貝がありますので攻撃を当てていきます。タコが出てきて喜んだらこの場所はクリアとなります。次は宝箱の方に戻って左にあるギミックをやっていきます。ラッパ状の部分が右向きになっていますが、拡張スキルの長押しを使って左向きに変えていきます。左のタコにピンクのマークがついたらこの場所はクリアとなります。次はもう一度宝箱のところまで戻って最後に残っている北方向にあるギミックをやっていきます。タコがプクプク獣に襲われていますので、近くにいるプクプク獣アスのスキルを吸収してから戦っていきます。プクプク獣のスキルが苦手という方は、少し離れたところに A の足がいましたので A のスキルで戦ってもいいと思います。すべてのプクプク獣を倒したらオラガイタコに近づいていきます。近くまで来たら演奏の時間だを選びます。そうするとタコが近くのギミックを起動してこの場所は解除となります。3箇所でギミックをクリアすると豪華な宝箱の封印が解除されるムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったら豪華な宝箱を取りに行きます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。